ウラニアの鏡、ウラニアの鏡、ウラニアの鏡は1824年11月に出版された32枚の製図カードからなるカード集。アレクサンダー・ジェイミソンのジェミーソン製図をベースにしているが、カードには穴が開けられていて、明かりにかざすと星座の星が光るという仕掛けが施されていた。版画技師シュドニーホールによる版画印刷で、 ある婦人がデザインしたものとされてきたが、近年ラグビー校の助教師、リチャード・ラウズ・ブロックサムが作者であることが判明した。カード集の箱絵には、天文と先生の女神、ウラニアが描かれており、天文学への手引き、エーファミリア・トリートス、オン・アストロノミーと題した小冊子が添えられている。出版から170年後に、 カードの作者を突き止めた研究者のピーター・ヒングレーは、ウラニアの鏡を19世紀初頭に世に出たスータの製図カードの中で最も魅力的な作品と評した。ウラニアの鏡には、計7 9の星座が描かれているが、そのうちいくつかの星座は現在使用されておらず、ペルセウスが持ったメデューサの首かパーっとメズのように他の星座の一部に組み込まれているものもある。初版では、 大英帝国、ザブリティッシュアンピールで見ることができるすべての星座が含まれていると宣伝されたが、実際のところ南天の星座はすべては含まれていなかったため、2冊目からは、グレートブリテン、島、グレートブリテンから見えるに修正された。カードには、星座が一つしか描かれていないものあれば、複数の星座が描かれているものある。32番目のカードには、海蛇座を中心に、 合計12もの星座が描かれており、カード28番には6つの星座が描かれているが、他のカードに描かれた星座は、すべて4つ以下である。カードの大きさは24センチメートルである。ヨシャファとアスピン、ジャホーザファとアスピンという人物による天文学への手引き、エーファミリアトリートス、オンアストロノミー正しくは、エーファミリアトリートス、オンアストロノミー。 エクスプラニング・ザ・ゼネラル・ハナマナ・オブ・ザ・セレスチャール・ボデス・ウィズ・ニューメラス・グラフィカル・エレストレーションズと題された冊子がカードに同梱されている。カード集はもともと、ロンドン18番地のサミュエル・リー社から出版されたが、同社は後にストランド通り421番地に移転し、第4版からは、社名も M ・ A ・リーに変更されている。カードと冊子が収められた箱には、天文の女神、 ウラニアを思わせる女性が描かれている。PD ヒングレーは19世紀の初めには天文学を独学で学ぶための教材が数多く出版されたが、その中で最も魅力的なものの一つで見ているだけで幸せになるようなカード集と述べいる。カードに描かれた覚星座の星の位置には穴が開けられており、光にかざすと星座が光って見える仕掛けが施されている。 またカードの穴は星それぞれの等級によって大きさが変えてあるなリアルな星座表現となっている。はこの仕掛けを面白い仕組みと評価したが、当時人々は明かりとして主にろうそくを使っていたので、ろうそくの明かりにかざしてカードを焦がす人が後を出なかったという。リドパスによればこうした仕掛けを持った星座集は他にフランツキ・クラウス系ニ日の アトラス・セレスト、1826年、フリードリヒ・ブロンのヒメルズ・アトラス・イン、トランスパレンテイン・カートン、1850年、オット・マリンジャーのヒマルズ・アトラス、1851年の三つがあるが、これらには、ウラニアの鏡のような芸術性が欠けていると述べている。鏡の、星座イラストは、三年前の1822年に、出版されたアレクサンダー・ジェイミソンの、 ジェミーソン製図を書き直したもので、ジェイミソンの特徴的な飾り書きも模倣されておりフクロウや、水亀座の男性が持つナイル川水量計、ノルマナイロタカも含まれている。ウラニアの鏡の広告や、付属冊子の序文には、カードの作者は、ある婦人、エレディとか書かれていない。冊子序文によれば、病例のヤング夫人とのことである。 このため出版後100年以上も作者に関する憶測が飛び交った。ある人は作者はカロライン・ハーシェルやメアリー・サマビルといった有名女性天文学者だと主張し、他方版エシシドニー・ホール作者説を唱える者も,もいたが、これといって信頼性の高い説は確立しなかった。作者が判明したのは出版から170年ほど経過した1994年であった。 王立天文学会、RAS 会員の初期の選出証書を整理していた、ピーター・ヒングレーが発見したリチャード・ラウズ・ブロックサム氏、リチャード・ローセ・ブロックスサムの選出証書に、裏ニアの鏡の作者で、頭に RAS 会員に推挙するという、選出理由が書かれていたのである。ブロックサムには著名な息子が何人かいたが、出版物については他に知られておらず、 主な辞績としては、ラグビー校に38年間勤務したことである。作者を曖昧にしていた理由は分かっていない。ヒングレーによれば、当時の出版物は、おそらくは敷居を低くしようとの意図から、制作に女性が関わっていることを権限しようとする傾向があったと指摘している。また、ブロックサムのラグビー校での地位を守る必要から、 匿名にしたのではと推測する説については、ラグビー校は極めて進歩的な学校であったのでその可能性は低いとし、結論としては遠慮して匿名にした可能性を挙げている。一方、ヤンリドパスは、鏡はジェミーソン・セーズからの盗作だと指摘し、作者が匿名を望んだ理由としてはこのことだけで説明学と述べている。1824年12月の広告には、カードは、 出版されたばかりで、値段は白黒版が1ポンド8シリング、カラー版1ポンド14シリングと記載されている。また初版では、星座の周りに星々は描かれておらず空白になっているが、第2版では星座を囲むように星々が描かれた。アメリカ版は1832年に出版されたが、 1993年にはその復刻版も発行されており、2004年にはバーンズノーブル社から差し付けの復刻版も発行された。ヨシャファとアスピンによる付属冊子は少なくとも4度版を重ね、最終版は1834年に出版された。第2版で冊子は幅に加筆され、初版121ページだったものが200ページにもなった。 1834年のアメリカ版は、序文、北天と南天の星座リスト、各カードの説明と掲載された星座の歴史及び、背景、さらに星、開けるなるなどのアルファベット順のリスト、それぞれのバイエル符号と等級が記載された。惑星のイラストや、携帯可能な太陽系気を付録にした、裏庭の鏡パート2の発行も宣伝されたが、 実際に出版されたことを確認できる資料はない。カード集に描かれた星座は以下の通り、上記に加え、牛飼い座の下部にマエナルス三座がペルセウス座の一部にカパーッと目ず、メデューサの首がヘルクレス座と共にケルベルス座が描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。